私は人の形を描きます。描き込まれた人の形が登場人物となり、絵の中に主人公と背景、状況ができ、物語が生まれます。具象と抽象、両方の要素によって描かれたものは不定型で動的になります。その曖昧さが見る人の想像力を働かせると信じています。